こんばんは。こんばんは、ゆみりんが11時10分をお知らせします。5分早く帰ってきたので。のりやくすさん、くまタワーありがとうございます。くまありがとうございます。わっしょわっしょ、ありがとうございます。はい、すいません、5分早く帰ってきたの。りゅうじさん、くまありがとうございます。はい、ある意味ちょっとギリラっていうか。マシケンさん、クマありがとうございます。どなたですか。コウさん、コウさん、クマありがとうございます。クマタワーありがとうございます。わっしょい、ありがとうございます。すごい皆さん早く来たのに優しい。ただいま広島。もうあと5時間後には家にいないんですけど、残念ながら。はい、そうなんです。なので明日の朝配信が全くできません。早いよね。いや、5時間後はいるわ。6時間後。4時はまだ、4時はまだ家にいます。あ、空花生誕祭見た。ユミめっちゃ泣いて、いや、あれはめっちゃ泣くっていうか、しんさん、くま、ありがとうございます。そう、メンバーの生誕祭は基本ね、泣くな。メンバーからの手紙はなんか泣かないけど、親からの手紙は泣く。あとは、でも最近一番泣いたのは、なんか、ふーちゃんが来た時に、もう、わーってなってたんだけど、見事、全部千穂ちゃんで隠れてて、私、千穂ちゃんの後ろにいたので、そう、何にも泣いてるのが映ってなくて、多分その場にいた前の方の人しか分かんないやつ。イエーイ。めっちゃ、まあ、言うたら多分ね、千葉ちゃんより泣いてたよ私。うん、すごい嬉しかったです。うん、俺も泣いたもん。そうだよね。うん、かな。まあ、あんまり言いたくないなと思ってたけど、映ってないから言いましたし、そう、何飲んでるのって、クローズ飲んでます。家の犬も泣いてたね。全米が泣いた。本当に全米が泣くよね。撫でるよってありがとうございます。お星様とカウントお願いします。あ、ミスキンさん、普通の人です。クマありがとうございます。クマありがとう、ありがとうございます。うん、ソラハのお兄ちゃんに嫌われてるんですね。めっちゃ泣いた。私はめっちゃ笑った。
言い方でしょ、言い方。言い方。めっちゃおもろかった。全米はいいと泣きがちだよね。そうだよね、全米はいいと泣きがちだよね。ゆうとアットマークビアンさん、クマありがとうございます。ありがとうございます。そうだから、さっきの移動時間に晩ご飯食べて、うどん食べました。うどん、紙のうどんを食べたのと、あとは、そう、なんか別にショールームしながらご飯食べれるけど、ただ買いに行く時間が本当にもったいないなって思って、うん、そうなの。家に帰ってきました。ただいま、ただいま。しょうちゃんが大好きなジェミリンさん、クマありがとうございます。ドヤちゃんさん、クマありがとうございます。帰り、ただいま、ただいま。そう、朝もねちゃんと食べれず、お昼もなんかこんなちっちゃいのしか食べなかったので、夜ご飯ぐらいですね、まともに食べたの。このまま行くと私痩せます。イエーイ、やった、痩せます、お楽しみに。ドラガンさん、キャメルミニかわいいよ、クマありがとうございます。はあ、でも全然なんかご飯全然食べてないわけじゃないんで安心してくださいね。はい、今日はどこのビール、私ビール飲めないんだよね。一文字さん、クマありがとうございます。帰宅した、帰りました、帰宅。かわいすぎて、ありがとう。眠くないの、眠たいです、すごく眠たい。いつの人のお母ちゃんに似てる、それはないです、絶対似てないです。でも嬉しい、うん、好きすぎてツイッターフォローしてるし、すごい女子憧れの女子って感じですよね。うん、すごい、コメント欄がハートでいっぱい、ありがとう。モンタンさん、クマありがとうございます。うん、そう、ダンスも上手だし演技もすごくお上手で、スタイルもいいし可愛いし、本当に女子が憧れる女子っていう感じかな。夢に向かってさん、おかえりなさい、ただいま、クマありがとうございます。今日はロケはです、熊本県に行ってました。そして途中のお仕事で寄ったのが、福岡県だったんですけど、言っていいと言われたので、はい、歌唱力ナンバーワンを受けてきました。イエーイ。ほう、中堅さん、クマありがとうございます。イエーイ。そうなんです、福岡県で受けてきました。
ちょね、なんか HKT さんが結構ツイッターに上げてらっしゃいますけど、結構 HKT さんがやられてて、それにこそっと混ざってやってきました。はい、そうなんです。へへへ。はい、そう、 STU メンバーが受けるときにちょっとスケジュール合わなくって、みんなと一緒に受けれなくって、そう、それでこの前だから別枠で用意してくださってたんですけど、あのそもそも声が出ない時だったので、それはダメだねってなって、ちょっとまだか声は鼻声なんですけど、声は出るので、はい、歌ってきました。はい、放送お楽しみ。はい、お楽しみ。決勝行けますかって、決勝行けたら本当にすごいですね。はい、でもそう、ピアノなんか、なんだろうな、一人で歌うっていう機会がないから、なんかなんだろうな、オーディション以来のたくさんの人に見られるやつでした。でもピアノの生歌で、ピアノの生伴奏で歌ったのは初めてだったので、国吉さん、熊、ありがとうございます。普段はピアノの伴奏でサックスを吹くので、私は歌を歌うっていうのは、はい、なかったので、すごく新鮮でした。緊張はしませんでした。審査員の方はね、12、13の放送の時に多分生審査してくれるんだと思う。まだ審査はされてないです、私の歌に対して。ここがダメだの、ここがいいんじゃないみたいな感じのやつ。はい、緊張はしなかったです。はい、そう、ピアノの方ずっと弾きっぱなしだから本当に大変だと思う。自信はあるって。私は別に本選に行きたくて受けてるわけじゃないから、それはなんかちょっと違うよ。それはね、はい、あと言い訳すると鼻声だし、声もまだ 100% の状態じゃないので言い訳なんですけどね。曲名言っちゃダメなんですか？どうなんですか？言ってる人、みんな言ってるのかな、曲名は。予選はですね、曲が決まってて、その中から自分で選ぶんですけど、はい。どういう目的で出たの？出たかったので出ました。あ、言っちゃダメなんだ。了解です。じゃあ言っちゃダメです。ちょっと初参戦なので分かってないんで、言っちゃダメだそうです。言っちゃダメなんだ、危ない、私今いいとこだった。そうなんだね。静かめとかにゃんわりめとかしか言ってない。へえ。そう、でも予選のね、課題、予選の課題曲っていうのがあるので、はい、それを歌いました。はい、別にいい評価をもらおうと思って受けたわけじゃないので、はい、なんかピアノ伴奏で歌うの素敵だなと思って、プロの方に審査してもらうなんて素敵だなね。なんか普通皆さんにさ、いいよとか、もっとこうした方がいいよとはたくさん言われるけどさ、やっぱりどうしてもそれを専門にしてるプロの方に意見をもらうっていう機会はなかなかないわけで、ダンスは
実は公演はダンスの先生が見てくれてるので、今日の公演どうでしたって言ったら、ここがこうとか、ここの姿勢が悪いとか、ここのターンが良かったから、ここの曲のターンもこうしようとかアドバイスをくれるんですけど、ボイトレはしてないので。今そうなんです、そうなんだから、プロの方に歌を何か言われるっていうことは初めてですね。はい、企画のアドバイス、まあ、まずは声など喉を治せって話なんですけどね。よいしょ。後藤ジョージさん、GJ 太郎さん、クマありがとうございます。そう、喉大切にしないとね。ボイトレを受けたいんですけど、そう、ボイトレを受けたら私はね、多分ね、ちょっと寝る時間をね、今起きるとね、寝る時間を削ってしまうことになると思うので。そうなんです、だからもうちょっとなんかいろいろ落ち着いたら、専門的なこと言えないけど、ユミの歌が好きで、ありがとうありがとう、元気発達します。ヨットアットマークビアンさん、クマありがとうございます。なんかこの前ね、実家帰った時に結構体しんどくってずっと寝てたんですけど、おばあちゃんが晩ご飯作ってくれて、晩ご飯食べやって言うんだけど、食べれなくって、もう何も食べれなくって、その日何も食べれないみたいな感じで、なんかご飯もついてくれてて、もう食べれないって言ってるのに、なんでご飯ついくのみたいな感じで言ってて、で私がこのオロナミン C 家にいっぱいあるからプシュってやって、こうオロナミン C 飲んでたら、そんなんばっかり飲んでからねって言われたから、元気発達してるなって怒ったけど、なんか自分で自分にそれがめっちゃ面白かった何元気発達してるのって。いちもんじさんありがとうございますあはは、楽しそうねって切りながら言うセリフじゃないそれな、ばあちゃんの口は米は、そう、穀物食べんとってよく言われる。で私はその最初穀物が聞き取れなくって、ばあちゃんの言ってる穀物が、最初動くものを食べなきゃで、動くものを食べなきゃ元気にならないよみたいな、え、動くものってだから肉とかのことなのかな、ずっと思ってて、動くもののそう、肉の総称を動くものって言ってるのかなって結構思ってた。そう、そしたらお米のことでした。夜勤いってらっしゃい。コーラさん、ユミリン今日も最高に可愛い、クマありがとうございます。わっちゃんアイドルはわかるの？数字がついてる
アイドルグループに旧コミヤシさん、クマ、ありがとうございます。数字がついてるアイドルグループに全部私がいると思ってます。だから、乃木坂さんが出てる時、乃木坂46数字がついてるので、ゆいこちゃんどこにおるんかねみたいな感じ。お母さんがこれは乃木坂だからゆみこはいないのって、ゆみこは STU みたいな感じで言うけど、わかんない、それはわかんない。 SKE さんとかでが出てても48で数字がついてるから、そう、ゆみこが出てるって思ってるし、なんなら AKB さんのサステナブルとかは、私のこと見つけれません、おばあちゃんはどれかいねみたいな。コーラさん、ゆみにあばら折れんかった、クマありがとうございます。それは分かんないです、病院行ってないので。あばらが折れてる折れてないはレントゲンを取らないと分かんないです。ばあちゃんの趣味は何ですか。ばあちゃんの趣味はなんだろうな、わかんない。でもガーデニングとか好きなのかもしれない。庭とかによくいるのと、あとは、私と一緒で寝るのが好きですね。はい。うん。編み物とかそんなちまちましたことはしないです。はい。あんこの散歩もするね。うん。いや、モームスさんのその数字の19にはさすがにそれはないと思う。乃木坂さん、日向坂さん、欅さんはどうなんだろうな、明らかに違うっていうのは分かるかな。でもそう、 SKE さんだし、48グループ、46坂道グループにはそう、私が出てると思ってる。はい、かな。ゆみにおばあちゃんに似てるんだよ。はい、おばあちゃんに似てます。はい、ある程度区別は。氷川きよしさんすぐ分かる。あ、それはすぐ分かる。ちっちゃい頃一緒に踊ってたもん、ずんだかきよしって。だから歌コンはおばあちゃんが、あ、クマタワー、ほんとだ、コーラさん、クマタワー、ありがとうございます。クマタワー、コーラさん、クマタワー、ありがとうございます。ありがとうございます、クマタワー、わっしょい、ありがとうございます。クマタワー、ありがたいです、ありがとうございます。はしけんさん、くま、ありがとうございます。そう、うたこんは毎週おばあちゃんが見てたので、そう、本当に AKB さんで出演できるってなった時も、 STU で出演できるってなった時もめちゃくちゃ嬉しかったです。実はアンクレットのうたこんには私出てないんですよね。はい、スランプくんさん、今日も可愛いな、僕らの足は、ありがとうございます、クマ、ありがとうございます。そう、だからティーチャーティーチャーで出たのかな、初めて。はい、本当におばあちゃんがずっと見てる番組なんです、うちのうたコン。なんかおばあちゃんがチャンネル変えてっていうのは、うたコンと朝ドラだけ。あとはなんかみんなが見てるのを見るか見ないかです。そう、大先生さん、熊田は、
The show must go on. Show を行け。大前世さん、クマありがとうございます。クマと合わせちゃいましょう。ありがとうございます、大前世さん。ありがとうございます、クマとは。ありがとうございます。北沢さん、クマありがとうございます。すごいコメント欄がすごくいっぱいハートで埋まってく。ありがとうございます。きよしは明日お誕生日です。あ、今日クゴンコちゃんお誕生日なの。きよこちゃん、やすさん、くまありがとうございます。そう、斉藤きよこちゃん、日向坂。ティアンバイスの美人、ラーメン食べたかなるお話。そうです、キョさん声好きね。歌良かったよ。いいなね、わかめちゃん見に行きたかったです。最初は大丈夫ですよ、全然。もう本当に眠たくって眠たくって、今日のロケ中に眠たくって眠たくって、なんか休憩中に5分ぐらい寝たの私。じゃあちょっと休憩でって時にパサって寝たの。そしたらスタッフさんが本当に、今日めっちゃ暑かったんですよ、だからなんか熱中症になったんじゃないかってすごい心配されてそう、逆に申し訳なかったです。本当に本当に大丈夫みたいな、本当にしんどくないってすごい言われて、いや本当にごめんなさい、眠かったから寝てるだけなんです。ちほちゃんから寝てる弓に送られてきた。本当に私も寝てるちほちゃんのめっちゃ可愛いのあるんで、じゃあ送りますね。そう、私もね、本当に寝る人なんです。いっぱいちゃんといびきかかないぞって。そう、なんか私はね、いびきかかない人。あと口をね開けては寝れないんですよ。なんかよく、そう、なんかね、そうなの。だからよだれとか垂らさない。なんかね、口閉じないと寝れないっていうかよく口開いちゃう人いるじゃないですか、かわいい。なんかそう、あ、サックスで鍛えられたのかな。そうかもしれない。口元はキンチンとして、ハーメにもなんないですね。ハーメだってはあんまり言われたことない。はい、ソロハもハーメなんだよな。うん、寝てる間にハムハムして舌噛んじゃう、かわいい、かわいい。うつ伏せでも、うつ伏せでないからな私、寝相が悪いです。むちゃくちゃ寝相悪いです。はい、そうなの。アーリーさん、アーリーさん、山口県在住、ありがとうございます。あと445万ポイントです。3位まで、すごい。ちょっと狭まりましたね。リュウジさん、クマありがとうございます。
あ、キンドさん、クマタワーありがとうございます。クマタワー、キンドさん、いらっしゃいまっしゃい、ありがとうございます。アキンドさん、ありがとうございます。とほーちゃんさん、上海、ユミが大好き、ありがとうございます。シェイシェイ、ありがとうございます。クマのんたんさん、クマありがとうございます。明日早いんです、明日早いんですよ。だから明日準備して寝ようかなって思います。明日早すぎて、いろいろ持っていかないといけない、握手会の準備もしないといけないので、はい、握手会は、握手会で着た服はもう着ないので。そうなんです、握手会で着たことのないあの服を着ていこうかなって。本当だ。みずさん、ゆみりんが頑張るから私も頑張れる、ありがとうございます。みずさん、くまたわありがとうございます。くまたわ、くま、いらっしゃい、ありがとうございます。みずさん、一緒に頑張りますよ、ありがとうございます。教えてくださった方もありがとうございます。元気はつらつしてます。握手会で着た服着ないの、握手会で着た服は握手会で着ないっていう、なんか暗黙の私の中でのルール。そうなんです。土曜日は14年、日曜日は13年だね。ナナさんとどのぐらい近い？ 7 日か、それは7日の話だ。7日のレーンってもう見て出てるのかな。お洋服がたくさんいるね。そうですね、はい、お洋服たくさんいります。ちょっと遠いね。重要ポイントはね、な、暗闇の時は隣だっただからめちゃくちゃ楽しかった大丈夫、普通の握手会も楽しいですよ。語弊があるといけないので分かってるとは思いますが、一応。なおさん、ゲリラでもゴリラでも配信があるだけで嬉しい、ありがとう、好き。くま、なおさん、くま、ありがとうございます。徳島です。あ、今度、今月中に徳島行きますよ。奈々さん3連、ユミリン14連か、11連も離れてる。いじめだ、いじめ。3周したお、ありがとうございます、ありがとう。皆さんも星を、星を、星が欲しい。は、ダジャレ。三都市で一緒だった。もう三都市は奈々さんは東京しか出ないからもう出ませんのよ。そう。もう出ませんのよ。韓国にも親父ギャグがある。へえ、どんなやつですか。あと大阪、そうそうそう、大阪って言いたかった。そう、大阪しか知ってませんのよ。あれ？東京は？東京は大好き、キマンさん、クマ、ありがとうございます。クマ、
ゆりちゃんとゆみりんいるから奈々ちゃんの方から来るかも。いや大丈夫、奈々さんのねレーンも激込みだからね、こっちに来るね余裕はないです。お互い多分ゆりさんいるから多分私のとこのレーンも割とある程度込み込みだと思う。東京でないはずですよね。ですよね。白いシャツ吹き出す汗腕でくっついた加速度増せば体の風が心地いい気づいたらもう忘れ処理だ。これは2番だ。ゼミの声坂道が辛いと思わないのはなぜ。チャラチャチャ、実は振りではないけどみんなで揃ってるところがあってさすがセットセブンだなって思う。そうなんかこうしてほしいっていう振りじゃないんだけどみんなで一斉に同じことをするの。一文字さんくまありがとうございます。そうドラガンさんくまゆいの握手はいつもニコニコ楽しいよ、ありがとうございます。ストセブンもスチョコやるといいなね、あるといいな。ベティスミスのコラボジーンズ届きました。他に買った人いますか？ベティスミスのあのジーンズ。一杯の水めっちゃいいよね。あれだよね、リクアワとかあったらさ、歌いたいよね、リクアワで一杯の水。はい、すごい。買ったよ。あ、推薦コメントが来た。ありがとう、誰か書いてくれた人。今日届いたよ。買いました。すごい。ありがとうございます。お揃いですね。後藤ジョージさん、DJ 太郎くま、ありがとうございます。よいしょ。ST48 の切手が届きました。あね、それって締め切り終わってたっけね、締め切り終わってたっけね、それ予約限定だっけね、ねえねえねえ、切手ってもうさ売ってないっけね、切手ってさあ。誕生日チャーム買いました、ありがとうございます。切手も売ってない？プレゼントしようかってね、切手はね多分ね、そう金券扱いになってね受け取れないです、残念ながら。あ、1万人ありがとうございます、ありがとうございます。切手待って、切手も買えない、締め切りどうだっけ。へー、そうだからその切手、あ、切手届いてユミリンのサインあってた、おめでとう、すごい、締め切り日書いてない本当に。じゃああれは受注生産じゃない、受注あの予約限定受付じゃない、売り切れ次第かな。明日は行けないから、ああもうそんなこと言ったら1週間ぐらい行けないじゃんか。ダメだ。ウェブ限定商品、それはどこから買えますか？ ST48 公式ホームページじゃないよね、どこから買えるの。すごい、ヤクペコさんがこれ1万かな、すごい、
ハート1万。地上100千万。1万。1万ですか、これは。1000じゃないんだよな。ハートタワー。すごい。ヤグペコさん、ハートタワーありがとうございます。ハート。ハートタワー。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。それは、ずっとさ、10回ずつ押してるじゃん。それが合計で1万になったよっていうやつ、あれは。この、次3個前のかける1万は。すごい、1万回押してる。すごい。皆さん、ヤグペコさんに拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。休みなく連打しないとダメなのかな。そうなのかな。40分ぐらいかかるらしい。確かに配信開始から40分ぐらいかかり経ちました、今。すごい。ありがとうございます。台風来てるみたい。皆さんも気をつけてくださいね。いや、でも、星をね、ひたすら投げてくださってる皆さんにももう、拍手です。星 99×5 は結構あれ、すごい、あれですよ。すごい、きついの知ってますよ、私は。某、大棚さんのところで。いつもダダダダダダシュンシュンダダダダシュンダダダダダシュンダダダダシュンダダダシュンってやって、なんかくじ引きますか、引かないからまた来てみたいな、ずっとこうやってダダ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 ダってやってるから、99×5も結構大変だし、あとはそう、その星を集めるのがまた大変なんですよね。なんかちょっと私、ぼーっとしすぎちゃって、待って、この配信で星集めたのかな？集めてないのかな？ってなっちゃう。の。そう。なんかあれですよ、最近、星集まったら、ブーって、バイブが鳴りますよね。そう。あるあるね、本当に。なんかここのルーム入ったっけみたいな。ねえ、なるなるってね、なるようになったよね。あれがなってちょっと便利になりましたよね。鏡見ていないからくていいから助かる。正直助かりますよね。本当は見ないといけないんですけどね。ちりつも、始まったまでは謝ったない。星つもですね、星つも。星つも。髪さらさらありがとうございます。じゃあ、そろそろ壇上を読みたいと思います。第13位、リュウジさん、ありがとうございます。第12位が、ちまささん、ありがとうございます。11位、ちもんじさん、ありがとうございます。10位が、トリダーさん、ありがとうございます。9位が、リキヤさん、カンタ50から減らしていくわ。おお、ありがとうございます。8位、スギヤさん、ありがとうございます。7位、コウさん、ありがとうございます。6位、ヤグペコさん、ありがとうございます。第5位が、アキントさん、ありがとうございます。第4位がミズさん。ミリンが頑張るから、私も頑張る。頑張れる。ありがとうございます、ミズさん。一緒に頑張りましょう。3位がコーラさん。今日コーラ96本注文したよ。はあ。すごい。
すごい、96本一気に届くのかな、楽しみですね。じゃあめっちゃ嬉しいじゃん、楽しね、96本一気に頼んだ、ありがとうございます。第2位が大先生さん、ありがとうございます。そして第1位がのりへくすさん、ありがとうございます。すごい、いつも一番最初にくまタワーをくださる、ありがとうございます。はい、3日目ですね、配信始めて3日目は、今日は4位で終わりました。初4位ですね。でもたくさん配信、そう、私が今日は2時間しかできなかったから申し訳ないです。この差は私のせいです。はい、そうなんです、申し訳ないです。はい、明日は夜配信できるかなって思った時にすぐ配信予約を入れたいと思います。え、待って待って、明日からのホテルさ、いやー、電波悪かったら死んじゃうところだ。部屋によって、部屋によって死ぬか死なないか。あー、いい部屋でありますように、いい部屋でありますように。そうだと思う、死んじゃう。ツイッターでも教えてほしい。ツイッターはね、あんまりね、そう、そういうことにね、そう、そんなね。あ、西さん、熊沢ありがとうございます。西さん、もう団長読み終わってしまったんですけど、ありがとうございます。西さん、熊田は、いらっしゃいましょい。ありがとうございます。ありがとうございました。コーラさん、夢にほんとかわいい熊、ありがとうございます。明日は配信できそう。はい。もし、応援してるよって方はね、明日のメールを必ずチェックしてくれると嬉しいです。それも良き、ありがとうございます、優しい。はい。それでは皆さん、夜遅くまでありがとうございました。最後までお付き合いいただきね、最後までずっと星投げてくださってる方もありがとうございます。絶えず星がずっと流れてて、常にジャンプしてて、ありがとうございます。うん、はい、明日はちょっとお昼間は集中して頑張ります。夜またちょっとまとまった配信になってしまうと思うんですけど、3時間は必ずやるので、見てくださったら嬉しいです。ごめんなさい、明日もこまごまは配信はできません、多分。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。じゃあ、おやすみなさい。バイバーイ。